5月29日のドリフターズコラボ後半で登場した速球王紹介。 1.5 コス2秒で武力5知力11に6ミニフォーも持つとんでもないスペック。計略は指揮後の範囲妨害で敵の武力を1、一定時間ごとに武力と移動速度が徐々に下がる。今のところそこまで知力依存は高くなさそう。旧作三国志大戦2の志賀将に速度低下をつけたような感じといえば、往年のプレイヤーには強さがわかりやすいかもね。速度低下計略を持つカードは武力が低くなりがちやけど、しっかり武力5あるのはありがたい。個人的構築例はこんな感じかな。どうした？こっちは遊び足りんぞ。美しき戦に心が高ぶるだろう。美しく戦に心が高ぶるだろう。流派発動三の型。散りゆく定めか。パクってな動乱は勝った者が正義なのだ。焼き払えれば手っ取り早いのだが。はっ。私はあなたを守る。どうした？こっちは遊び足りんぞ。発動一の型。俺が先駆けとなり幕府を打ち倒す。
ず私が。どう？いや、怖い。この世界は残酷だ。今回は2試合やるよ。とても美しい。ならなければ列国には勝てぬ。どうした、こっちは遊び足りんぞ。
気解放。嫌なこと辛いこと全部飲み込んじゃる。一斉発射。今日はやめておこう。天狼となる。一斉発射。天気解放。無事だ。俺が一番槍だ。流派発動。身の肩一般。嫌なこと辛いこと全部飲み込んじゃる。もう私のために私の意志でお前を倒す。負けてたまるか。お許しを。兄さん遅なりもした。無謀の大和魂である。パクってはどうなんは勝った者が正義などだ。天狼となる。私はお前の刃。ご視聴ありがとうございました。拳を味わってきた。